フロア型は、スピーカーシステムのエンクロージャー形状の一種。床面に台、あるいは、足足を介して設置されるようにしたスピーカーである。スピーカーを直接に床に設置するものであり、その向かいの椅子に座って干渉することを想定した、ものである。スピーカーユニットもこれを想定して設置されるから、高さは少なくとも椅子に座った人間の背丈程度で、ある。中には、 さらに巨大なものもある。幅が狭く全高が普通のフロア型より高いのはトールボーイ型と言われる。これもフロア型に含まれるが、現在では独立したジャンルとみなされることも多い。これについては別項目で記述する。かつては主流の方式であり、今日でも一部の高級スピーカーシステムで使われている。筐体が大きい方が、 スピーカーユニットも大きいものを付けられる。これは特に低音域の再生において有利とされる。それ以外の点でも様々なユニットの配置に自由度もある。また、スケール感も小型に比べてはるかに出やすい。平面コンデンサ型のスピーカーの場合、音量を得るためには大きな面積が必要なためフロア型にならざるを得ないという面もある。いずれにせよ、 できる限りの要求に応え、できる限りのものを作ると、フロア型の大型機となる、というのは一つの傾向である。そのため、各メーカーの最高機種、いわゆるフラッグシップ機種は往々にして、フロア型である。欠点としては、かさばるために、設置の自由度が低いこと、どうしても大きい部屋が必要なこと、重量も相当なものになるので、床の、 しっかりしていることなど部屋そのものへの要求も多くなる。消音量では十分な長感が得られない例もある。特に最近では高級機種しか残っていないせいもあり、例えばある解説書ではフロア型を導入する場合の目安として予算は最初から100万円以上、設置スペースも専用室で12畳分を最低レベルの要求としている。古くは 家具調の大型フロア型が主流であった。これについて、その原因の一つが、当時の真空間式アンプの出力の低さにあるとする説がある。つまりせいぜい10ワットしか出力がなかった時代、音量を確保するには筐体そのものの振動を利用し、またバックロード保温式など複雑な構造を筐体に持たせる必要があった。また素材としては、 木材以外にほとんどなかったこともあり、そのようなものはどうしてもある程度以上の大きさを必要とする。それらが利用者から憧れの目で見られたことがフロア型が主流となった理由の一つであろう。現在ではアンプの出力ははるかに大きくなった。スピーカーの側でも多様な素材が利用できるようになったこと。 様々な面での技術的な進歩によって、蒸気のような条件はほとんど解消された。むしろ小型スピーカーや、トールボーイ式が主流となっているのも当然と言える。しかしやはりフラッグシップはフロア型である例が多い。スピーカーエンクロージャー百貨製分動振興車、P51ISBN4 から416から 17909X 九 X エダ P48 石原 P107 ありがとうございます。